こんにちは、高橋です。皆さんお元気でしょうか？おかげさまで私もとっても元気です。今日はですね、またお悩みの話に戻ってですね、お役立ちの話します。これ本当にやっぱこれも多いお悩みで、自己流でずっとやっちゃって変な癖がついちゃいましたとか、変な癖がつきそうですごく心配ですっていうね、あのお悩み、これ少なからずあるので、ここについて今日は参考になる話をしたいと思います。さて、今日は日曜日か、僕もまた午前午後と2レッスンやりまして、でその午後レッスン終わってから、いつもの情報発信ですかね、仕事いろいろ譜面の関係とか、自分も楽器に触ったりとかっていう時間を今持ってて、動画も撮っているんですけども、そう、昨日はね、外でレッスンがありまして、レッスンする場所に向かっているとですね、こうドンっていうね、この着弾しまして、これまずいなと思ったんですが、こう拡散するんですね。1個は床に、でここにですね、一発ですね、鳥の何かが降ってきまして、これは朝一でこれは辛いなと思ったんですが、生徒さんにちょっと見てもらうと、これはひどいことになってますというんで、ティッシュを渡して、取ってもらいましたけどね、これ天気と近いものがあるので致し方ないんですけどね、そんなこともあります。はい、そして、本題に入っていきますか。本題に入っていきますと、自己流で変な癖がつくのが大変心配と、非常にそこまで思ってない人もいるので、そういう心配をされてるっていうのはかなり、なんていうんですかね、予防策というかね、そういうところに気がつく、非常に気の細やかに行き届く人だと思うんですね。ただしそれで何もできなくなっちゃうとつまんないところもあります。で、じゃあ自己流じゃないものって何なのっていうと、人に習うとかっていうのはあるんですが、じゃあその人って習ったその人ってどうなのっていう話があって、その人自己流だったら、習う内容も自己流なわけですよね。じゃあこの伝統があれば、それは自己流じゃないのかっていうと、要は全部仮説というかね、全員すべて100人いたら100人に当てはまるこれだっていうものは言い切っちゃうとないですよね。これが再現性という意味で、やっぱりその受け継がれてきたってことは、この人がこうやりましょうって言った次の人が入ってこうやってできたっていうのは再現性で、これ重なっていくと、何度も何度もこれ受け継がれていくと、やっぱ人によってこういう人しかできないとかっていうのはだんだんそぎ落とされていくので、やっぱりただのある人が突然思いついたこととはかなり違うんですね。ただしじゃあこの人、受け継がれたこの人どうかっていうと、この人の、理解とかですね、この人の特性とか、この人の得意なこととか、この人の、やっぱりそのフィルターを通っているので、全てが全て、じゃあそれが他の人に全部みんなにぴったりくるかっていうのは違う、そうでもないところはあるし、ただね、かなりこの受け継がれてきたものっていうのは、だんだんその自己流 5% から自己流 95% とか、こういうね、グラデーションというかね、あるとしたら、どん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 この自己流率はこう減っていってるわけですね。ある時突然変異でこう一気に受け継いだのに勝手に全部変えちゃって自己流化するっていうのは、例外的にはあるかもしれないですけども、あまりあまりあまりいいことないので、
少ないかなという気がします、うん、でただしそのじゃあそ自己流率が低いとこ行って学べばそれはまあまずはいいというかうまくいく可能性は非常に高くなると思うんですがその伝わってきた自分のそこに対する理解っていうのもやっぱあるんでこれ伝えたいことに対して半分理解できるとか 5% 理解できるとかほとんど理解できるとかってこれもねグラデーションというか幅があるので理解によってこれも思い込みで全然違うことをね勝手にこう受け止めてこうだってやってるとこれもまたほぼ自己流みたいになる可能性もあると、なので何度も何度もこうやり取りをしながらその勘違い部分というかねそのところを減らしていくっていうことでまああらゆる芸事とかがですねこう何度も何度もやり取りしながらそのズレを修正して直していくっていうそんな感じでなんか一回聞いたら全部できるとかって、まあ、ありえないので、その、まあ、生徒さんの中にはあまたこれを前にも言われたのにできてないとかね何度も言わせてしまってとかって気にされる方は中にいるんですがこれはね言うべきこと何回でも言うしちょっとずつまあ言い方が変わったりとかね視点が変わったりすることで立体的に理解できるのでこっちは気にしてないですよね全然何百回でも言いますよとできるまで言いますよって感じなんで、うん、まあでもそういうの気にするってことは何度も言わせるなっていうまあ文化がどっかにあったのかっていう気はするのでまあみんながそういうことではないので、うん、そこはですね相手を見て、本当は何度も聞かなきゃ分かんないようなことがやっぱ重要なこととかねレベルの高いことってそういう話なのでまあむしろ一回聞いてできるなんてねありえないですよね、うん、で最終的に自己流とか自己流ではないとかいう話は置いといてなんかこの曲が弾けるようになるとかっていうある曲をマスターするとかっていうのはこれはですねまあ譜面的な意味で言うと外に回答みたいなものはあると言ってもいいんですがこれをじゃあ自分の体で弾けるようにするこれってまあ僕の体でこの曲を弾いてるわけですまあ譜面は確かにあるんですがこれイコールではないですよね譜面ってまあ書き言葉みたいなもんで、まあ、朗読の台本というかまあ絵本でもいいわいいわっていうかそういう文字とかね記号が書いてあるやつでそれを僕解読してこう体で音にしてるわけですねだ言葉書いてあってもこう読むとそれは音として表現されるわけでだから楽譜と実際の音楽っていうのはそういう違いがあるわけでだから結局一人一人まあ指も大体みんな5本あって腕も2本あってってなるんでほぼほぼ似たような動きでできるんですけどもやっぱ微妙に違うし楽器もまあ同じ楽器じゃないしねというわけで結局自分の中にある答えを最終的に出さなきゃいけないでまあ曲の音階とかねメロディーとかその音符に表せる情報は、まあどっかから引っ張ってくるのが一番早いわけですけどもじゃあそれ引っ張ってきたらすぐ弾けるかというとそういうわけじゃなくて、まあ、その曲を構成する、まあ、要素技術みたいなものを自分の体で得得する、まあ、1個のコードであればこれが抑えられて4つの音が切れ出るようにっていうそういう、まあ、作業というかそういうものがいるので最終的にはその、まあ、曲の譜面がこう外部のヒントだとすると弾き方にもまあいろいろ全部外部にヒントあるんですけど最後の答えは自分の中にある自分でパフォーマンスしないとその物語はこう喋れないわけですよね。機械に喋ってもらってもまあ自分がやるっていうこととは違ってしまうのでだから最後の最後は自分の内部に答えがあるっていうふうに
まあ、僕は思っていて、外に答えがあると思っていると、そう、自分の内部で探るっていう、活動というかですね、考えがねすごく少なくなっちゃう。これが非常に問題だと思っているんですね。だから外にヒントはあるんです。その伝統的なこう受け継がれてきた先生、その教え方、まあいろいろ勉強された方が伝えてくれる内容とか、あとはまあ性格もあるかもしれないし、まあ自分のことを見てこういう言い方だと理解してくれそうだとか考えて言ってくれる人かどうかとか、まあ、人柄とかですね、まあ、教える技術もあるし、だからヒントがですね、外にあるヒントが 5% から 95% とかとこうぐわーっとこう広がりがある中で、まあ、それ選んでっていう話もあるし、ただ最終的にはそれをまあ、解釈というかですね、参考にして、音を出していくのは自分の、回答になるわけなんですね。なので、非常に大事なのは探るという、まあ、活動というか行動というか練習の中に、反復練習イコール練習っていう、頭が、まあ、僕もずっと長らくあったんですけど、そう思っているとというか、外に答えがあると思っていると、なんかこうもらってきたもの、これあ答えだと思って、もう何も考えずにこう反復練習して、あできないできない、何回やってもできない、何時間やってもできない、何日やってもできない、これはね、ある日突然できるようにはほぼならない、可能性が高いです。うん、そうではなくて、なんかヒントがもらってきたと、まあ、譜面買ったとかね、習って譜面もらってきて一応解説もしてもらったとかってあるんですが、その後やってもやっても全然その上手くならないっていうのは、探るっていうところを全部すっ飛ばしていきなり反復練習をしてるからなんですね。で、探るって何なのっていうと、まあ、一個のコードがこう F コード押さえましょうって書いてあるときに、例えば中指がですね、4弦押さえてるのが3弦も触れちゃって音が出ません。で、これでもやっぱりね、メロディーが3弦にあったら、これちゃんと綺麗に出さないと曲として聞こえてこないわけなんで、じゃあこれは持ち方はどうなのかとかね、ここのネックとこの手のひらの距離感どうなのかとか、いろいろこう角度とか親指どうしたらいいのか探って、自分の体でそのイメージの音が出せるような、まあ、動きやら形やら、まあ、心構えでもいいですよ。主に形と動きで、決まる部分がありますけど、そのこういう準備をしとくとその形が作りやすいとかって、まあ、含めれば、まあ、気持ちの部分もあるし、その先で間違えそうだとかってね、いつも苦手なところに気を取られてると、やっぱり同じとこ間違えるとかっていう、この間生徒さんと話しててもそのあるんで、それ一回忘れてそこにある音に集中すると形が作りやすいとかって、まあまああるんで、そういうのを含めて探るということですよね。じっくりと反復練習は置いといて、ゆっくりというか、まあいつも言う話ですが、テンポとか関係ないで、一回全部もうその曲をね、何とかしようっていうところは後に置いといて、ある一瞬というかね、一個のコード、まあメロディーとコードが含まれているこの縦のラインですね、一拍目とかね、いうところで4つもしくはまあ3つ2つとか1個でも音が綺麗に出るか、出る形か、うん、っていうのがね、これを探ることですよね。これを置いといて、出ないんだけど、ずっと練習してたら、やっぱそれ出ない形が手に覚えさせられてしまって、要は、まあ、それ練習と言いつつ、綺麗にできないものを記憶させている。それでどんどん繰り返すと、反復練習ってこれ無意識化をしているわけなので、無意識のうちに弾きたい音が出ない動きがどんどん身についていくわけで、それはやればやるほど、まあ
何度やっても同じ結果になる。これがまあ、自己流によって変な癖がついてしまったっていう、変な癖がついてしまったっていうのね、これ一つの表れで、これはまあいろんな説ありますよね。一説によるともう一回やり直すとすると30倍時間かかるとかね。まあなので最初から自己流ではない方法がいいですよとかっていうふうに言われるんですが、自己流というか何というか、要は一個の形がきちんと決まって出したい音が出てるかどうかまず確認して、それが出るようになるまで進んでもあんま意味ないというか意味少ないので、しつこくというかですね、その形を探ると要はそういうことなんですね。でそれがいろんな箇所があって、それをつないでいったものが結局最終的に弾きたい音楽になるわけですよね。もちろんその壮大なテーマっていうのはその1個の音符の中にそれだけ見ててもわからないので、それはそれで別途曲とかだったらそれが生まれた背景とか、そういうのまあネットで調べれば、そういうものこそどっちかというと今情報は本当に調べようと思えばいくらでも調べられるんで、ああこういうテーマかと、なんかあるスペイン内戦の背景があって、そこでこんな爆撃があって、で全て壊れてしまったけども、やっぱりそこにはまだ美しい宮殿があってとか、アランフェス協奏曲とかだとそういうテーマがあるんで、それを表現したいねって話になるんですが、このその中の1個の音をきれいに出すっていうのは検索しても絶対出てこないんで、それはですね、いかになんかクリック一発で正解が得られるとかって、いう話が、便利便利ですごい何かが進歩したような気になってるけども、そんなことではなくて、この音を一個きれいに出すっていう、その探るっていう行為が、自分を知るっていうね、僕が自分をどれだけ知ってるかっていうと非常にちょっと気恥ずかしいですが、楽器の弾き方だけですね。そのあんまりその他のところはね、もう受けませんと。しかもウクレレ、ソプラノウクレレだけは、ある程度こうやったらこういう音が出るよっていうのはたくさん探ってきてるんで、そこは言えると。あと筆かな。書道もやってない人よりは筆が動くと、そんな程度なんですが、でもそれは探らないと、クリックしてもどっかなんか検索窓に何か入れても、このあるコードの押さえ方って、それはね出てきますよ。この中指で2本押さえた方がいいとかね、なんかこの角度とか写真とか出てくるんだけど、それもヒントですよね。95% ぐらいまでいいヒントがあるかもしれないし、 5% かもしれない、最後の 1% というか、それがネジの最後の一山ですよね。これ一山ねじ切ったからちゃんとつながるのか、これ逆にちょっと回したらポンって取れちゃう、この一山みたいなのはやっぱ自分の中にしかないので、その元のねテーマに戻ると、自己流で変な癖がつくかどうかっていうのは、探るかどうかの問題も非常に大きいです。最初からその再現性が高いというか、多くの人がそれやってうまくいってる方法の方がやっぱうまくなりやすいし、でもそれがみんなね、自分に合ってる先生なのかとか、誰もがこの曲といえばこの先生だっていうようなね、先生に直接習えたりとかするかっていう、そうでもないし、いろんな状況によって難しい場合もあるので、じゃあどうなのかっていうと、じゃあどうすればその自己流によるなんか変な癖っていうものになるべくその陥らないようにするかというと、いきなり反復練習をどんどんするっていうことじゃなくて、その手前に探るっていうことをどんだけ入れるか。で、探って、
イメージ通りのそのある一瞬のまあコードというかこの、まあ、最大4つですからね、ある同時間にウクレレって4つまでしか音出ないんで、それがその欲しいイメージとどんだけ合ってるか、これを探るっていう、本当はシンプルに言うとそこですね。あとはこれをつないでいく、 もちろんつないでいく動きとかってもいろいろあるんだけども、本当に取っかかりとしてはそう4つの音のイメージ通りに出てないと、それ出てないものをつないでいったところで、それはね、その絵本のそのストーリーが文字で日本語か、まあ、英語で書いてあったとしてもローマ字というか、まあ、言葉がちょいちょい抜けてるみたいなものなので、読んでも読んでもまあなんか変な癖がついちゃいますよね、というわけで、あの自己流で変な癖がついてしまうっていうところの一番の、まあ、解決策というか、どうせ100% はないんであって、自分の中にしか答えは最後はない、その 1% のところはネジの一山自分でやるしかないので、まずその理解ですよね。外に答えがあると思ったらなんか信じ込んで探るっていうことをあまりしなくなるんで、そうじゃなくて、どんだけ外に回答がなんかいいヒントがあると、 95% のヒントだとしても、5% のヒントだったら相当自分で苦労しなきゃいけないですよね。譜面なかったら自分でこれ聞いて譜面書くっていう人もまあ中にはいるでしょう。僕らなんかはまあなかったら書くし、でもまあそれ非常に多くの人に難しいからやっぱまあ買ってくると、いうことでしかないんで、まあ、とりあえずそこは置いといて、いろんな、じゃあそのヒントを得た時に、自分がそのそのまんま理解しているかっていうとそうでもないというか、その理解度っていうのもやっぱあるので、あの思ったままやってもその音が出てないならば、その音が出るには自分の理解も実はそう違うかもしれないっていうことで、まあだからこそ探るわけですよね。あのこうだと思ってパッとやったらできないっていうので、ああできません、なんか言ってること違うんじゃないのとかっていう、もしくは自分はもう どうせダメなんだとかっていう、そのね選択肢は非常にもったいなくて、そうじゃなくてやっぱりね探っていくんですね。そこはどうも自分の理解の範囲でこういう形と動きだと思ってるけど、ちょっと違うんじゃないの、まあ、むしろね最初から違うと思って、このぐらいのほんわかしたふんわりしたヒントにして全部探ってやるぞと探り尽くすぞっていうぐらいにして、もう細かく丁寧にやれば、その後の反復練習は非常に楽です。というか僕が練習する時ってもうそういうやり方しかやってないので、まあね、その特殊なクラシックのオーケストラのメンバーなんかは初見でガッて弾けますけど、僕は別に全然そういうことはできなくて、まあ、師匠に譜面をもらって教えてもらって、またそれを帰ってきて一個一個探るわけですよね。でまあ全部納得してじゃあ反復やるかっていうと実際そうではないんで、まあ、ある程度かなり探る時間を持って、あとは反復して、でもやっぱ引っかかるところはもうちょっとまた一箇所そこは探って、で明日も探ってとかっていう感じではあるので、まあ、本当にね1か0か0か100かではないので、まあものすごいグレーなんですよね。グレーな中で、まあ、日々ただし探るっていうのを、すごい大事にしていくことですよね。それは外には答えはないと、外にはヒントはあるけど答えはない、で自分で最後は探さなくちゃいけないと、まあ探さなくちゃいけないっていうか、全て喋ってるとか、なんか日々仕事してるとか生活してるとか全てそうですよね。最後は自分の選択で自分の行動で、まあ運もありますよねとかって最近もまあコメントありましたけど、そういうのも含めて、最後結果がまあなんか現れる、ほとんど運の場合もあるかもしれない
ですが、ただしその探りのやり方を変えれば違う音が出てくる、まあ、そういう要素が楽器なんか非常に多いんで、だからまあ楽しいわけですよね。はい、というわけでぜひぜひ、あまり今までその探るとかねいうところに、意識を割いてなかったなという方はぜひね、あの自己流で変な癖、これも探ること、これだけですというわけで参考になりました。幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いできたら嬉しいです。じゃあねー。